36歳独身、名古屋在住の翔平の名古屋旅行 Vlog ということでですね、ここ1週間ぐらいのやつを載せていきたいと思います。これはパルコですね、名古屋栄のパルコに行かせていただきました。はい、ここめちゃくちゃいろいろ飲食店もありますし、ポケモンセンターもあって、クレヨンしんちゃんとかトムとジェリーとか、いろんなこうなんていうか、チーカラとかいろんなコラボしてるお店がありまして、めっちゃいいですね。ついでにこれは名古屋駅です。めちゃくちゃ人多い、クリスマスシーズンなんでクリスマスツリーがありました。見えづらかったんですけど結構人たくさんいました。あとパン屋さん行ったりだとか、あとフルーツジュースをね、飲みながら歩いたり、あとこうチャーリーブラウンとスヌーピーにこう見つめられながら、栄ですね、これ久屋踊りパーク歩かせていただいたりだとか、あとパン屋さんで買ったアンバターサンド、あとこれパン屋さんの動画かな、あとこれはコスポポっていうコストコの小さいやつですね、あと100円ローソンで、まあ、割引のドラクエのパンを見たりだとか、あとはこれモスバーガーですねの和牛のバーガーっすよ、高かったら1000円ぐらいしました。でこれはラウンド1かな、うん、取ろうと思って取れるかなとか取れなかったです。これはミスドかな、ミスドのファッションなんとかファッションでこれドリンクバーのやつか、網焼き店の ドリンクバー、うん、これは松坂屋っていうあの焼肉のお店かな、炭焼き定食の店か、でこれはサバのお店やった気がするな、間違えて箸置きに塩かけてたんですよ翔平ね、っていう天然ぶりというね、でこれサバです、サバの刺身めっちゃうまかった、マジでここうまいですよ、最高っす。名前ないって伏見葵って名前やったかな。あとはダイソーでこうグラス買ったりとか、あとファミ通っていうゲームの雑誌、まあ、買って読んだりだとか、あとは寿司屋行かせていただいたり、あとファミマでこれがたまごっちのパンを見たりだとか、あとファミマでおにぎりを散策してる翔平です、翔平です。でこれあの注文の多い雑貨屋っていうところの雑貨っすね。あとこれセカンドストリート一社かな、こちらであのおしゃべりバー用のオーブントースターもと電子レンジも壊れたんでね買いました。あとこれも寿司か、どこの寿司やったっけこれ、あじゃあ相模屋、相模っていうあの和食屋かなに、あのみんなで一緒に行ってきましたね。いややっぱみんなで食べるご飯は美味しいっすね。あとこれはトヨタかな、愛知県のトヨタの SDGs カフェですね。でこれはガチャガチャなんですけど、キャッシュレスなんですよ、ペイペイとかで払うやつですね。あとこれは最近行った栄のお店か、とんかつ屋。あと最近あの都庁特急っていうアイドルのライブのを見ながら楽しんでました。あとこれ完食ですね。あとこれ杉薬局に置いてあったんですけど、納豆パズル。あとこれデニーズかな、これは、金シャチ横丁ですね、うん、これはスタバでドリンク飲ん でこれは最近できた駿河屋名古屋栄店かな、栄駅近くにある。でそこでもめっちゃレトロなグッズ、おもちゃが置いてありまして、もうゲーム置いてありまして、もうすっごい楽しかった。マジでまた行きたいなって、てか定期的に行きたいですね。でこれポケモンの雑誌で、これ、今日かなのサバ定食ですね。サバやっぱ好きやな。あとはこれゲーセンかな、取れそうで取れない。でこれもゲームかな。あとこれ無印良品店です。愛しろ。